はい、ムツです。よろしくお願いします。そしたら続きをやっていきたいと思います。マナリーの家の前まで来た時、中から冷たい声が響いてきた。マナリー、あなたはなぜそのように歌が上達しないのです？歌い手の家の者として恥ずかしくないのですか？我が家の伝統を踏みにじることにもなりかねないというのに。うわー、マナリー、また怒られてる。まずいところに来ちゃったかな。このままなら親子の縁を切るほかなくなります。あなたが歌い手の誇りに気づいてくれなくては、この家にいる資格などないのです。マナリーのお母さん、いくら何でも言い過ぎだよ。全然、以前滝の下で聞いたマナリの美声を思い出した。マナリは決して才能がないわけじゃない。お母さんなのにどうして分かってあげられないんだろう。いても立ってもいられず、マナリの家の中に駆け込んだ。こんじゃー、思い切って声をかける。部屋の中でマナリは正座させられていた。僕を見て驚いたような顔をしている。味方、どうしたの？またあなたね。はい、どうも。マナリのお母さんが鋭い視線を僕に向けた。怖い。そのマナリは才能がないわけじゃありません。すごく綺麗な声で歌えるんです。僕は必死にマナリの弁解を口にしていた。だからそんなに怒らないでください。この子の声が美しいことは分かっています。でもそれを使って歌うことができなければ何の意味もないでしょ。あ、でも。帝、やめて。マナリが必死の形相で僕を引き止めた。どうして？いいの、私が悪いんだから。親として恥ずかしいです。あなたはマナリは歌が下手だという言葉を聞いた時の私の気持ちを考えたことがありますか？胸が張り裂けそうになるのですよ。歌い手としてこれほどの屈辱はありませんから。マナリのお母さんは辛そうな表情で部屋を出て行った。残らされたマナリはシュンとして肩を落としている。ひどいよ、お母さんだからってあんな言い方。マナリは首を振った。お母さんをひどく言うのはやめて。お母さんが一番苦しんでるんだと思う。え、苦しんでる？私の本当のお母さんじゃないの。遠い血縁のおばさんなんだ。ああ、巫女候補から落ちた私を引き取ってくれたの。何？へえ、そんなん。え、巫女候補？マナリって巫女候補だったの？じゃあもしかしたらナコルじゃなくてマナリが巫女になってたかもしれないんだ。マナリは恥ずかしそうにうつむいた。マジか。あまり他の人に言わないでね。恥ずかしいから。いや全然。それでね、巫女候補から落ちた私は一人ぼっちですっかり自信を失ってたの。その時
今のお母さんが私を引き取ってくれたのよ。巫女になるだけが全てじゃない。あなたは歌で才能を開かせなさいって。まさかこの里にそういうのがあったとは。へえ、優しい人だったんだ。過去形かよ。今も優しいよ。怒るのはね、私のためを思ってのことだもの。だからすごく感謝してるし、申し訳ないと思ってるの。お母さん、私を引き取る前に実の娘さんを亡くしてるから。あ、その子すごく歌が上手かったんだって。でも私にはその子の代わりが務まらなくて、本当に悪いと思ってるの。きっとお母さん、亡くなった娘さんの姿を私に重ねてるんだと思う。本当はお母さんの期待に応えたいんだけど。でもどうして、この間はあんなにうまく歌っていたのに人前だと歌えないの？マナリは困ったように首をかしげた。だって恥ずかしいじゃない、人に聞かせるほど自信ないもの。いえ、そんなことありません。そんなことないよ、マナリすごくうまいよ。ありがとう。俺もいます。お世辞でも嬉しいよ。お世辞じゃないんだけどな。とマナリは、突如に、満面の笑みを浮かべた。でも私は大丈夫。どれだけ怒られてもとにかく歌が好きだから。おー、あんなに怒られても続けるなんて、どうしてそんなに歌が好きなの。うん。マナリははにかんだ。しばらく遠い目をする。絆だからかな。私にとって歌は絆なの。絆、あ、はい、絆。そう、何もなかった私と誰かをつなげてくれる絆。お母さんやコタンの人たちや、もちろん味方とも、それにヤンタム。ヤンタム？マナリは僕を見て目をまばたいた。そしてすぐに笑顔を引きつらせる。どうして慌ててるんだろう。それより帝、今日はどうしたの？私に何か用？そうです、ナコルルから聞き取った歌詞をマナリに教えた。そう、じゃあまた再現してみようか。お、いきなり、はい、人は全てに与えられる、奪われる。入力、行こう。
よし、こうだね。歌詞の一覧を覚えた。だいぶ全体が見えてきたね。そうですか。全然俺的には見えてきませんが、完成も近いかな。ねえ、マナリ、一度通して歌ってみよう。おお。お？マナリは急に緊張した顔持ちになった。しきりに周囲を気にしてそわそわしている。肩に力が入っていて、見ている僕まで緊張してきた。緊張してますね。ねえ、もっと気楽に。行きます。はい。その時、隣の部屋から物音がした。マナリのお母さんが何かしているみたいだ。その途端、マナリは顔を真っ赤にして床にしゃがみ込んだ。へなへなーと崩れ折れる。へなへなー。嘘でしょ。と思ったけど、やっぱりいけません。いけませんか。マナリは大きなため息をついた。大丈夫？平気。やっぱりダメだな私。平気でダメ。どっち？僕は何とかマナリを励まそうとした。そんなことないよ。もしマナリが人前で歌えるようになれば、きっとみんな驚くよ。そう、俺もそう。俺もそう思います。私ね、ミカトが初めてだったのよ。あんなにまともに人前で歌ったのって。ほう。ミカト、笑いもせずに真剣に聞いてくれたでしょ。すごく嬉しかった。自信になったよ。じゃあもっともっと歌って、もっともっと自信をつけようよ。そうしたらマナリもみんなの前で歌えるようになるよ。そうだね。そうなれるといいな。僕は心からマナリを応援したいと思った。だってあんなに綺麗な歌声を持っているのに、みんなからバカにされるなんて。ところで、今日は一日空いてるの？ナコルルは？一日空いてます、空いてます。マナ、ね、じゃあナコルルは今日は巫女の行のために山の上の湖に行ってるんだ。そうでした。味方は一緒に行かなかったの？ヤンタムが一緒だったから来なくていいって。その時、マナリの顔色が変わったことに僕は気がつかなかった。今日はね、なんだか知らないけど、二人で行くんだって。すごく仲良さそうだったな。二人並んで笑いながら歩いていったんだけど、羨ましいや。僕もあんな幼馴染が欲しい。マナリもあんな素敵な幼馴染がいていいなぁ。あのさ、ナコルルたち、いつ帰ってくるのかな。どうしました？夕方頃になるって言ってた。
夕方。どうしました？マナリ、どうかしました？なんでもない。なんでもないって言ってるけど、マナリの様子は変だった。服の裾をぎゅーっと握りしめている。なんだか辛そうな顔だし。そう、二人きりで。私も行きたかったな。マナリはそう言うと楽器を取り出した。ねえミカト、クリックは上達した？まだまだかな。そう。ここにあらずって感じだ。どうしちゃったんだろう。マナリは急に、ごごことでいいや。を、弾き始めた。ゆっくりゆっくりと奏でてる。でも表情はどこかうつろだ。遠いところに思いを馳せてるみたい。マナリマナリはしばらくして、深々とため息をついてから楽器を置いた。小さくかぶりを振る。ダメだな、今日は集中できないみたい。え？どうかしたの、マナリ？僕何か嫌なこと言った？うん。ですよね。マナリはまだ午後ことの演奏を始めた。あれ？音を外しちゃった。ごめん。マナリはしばらく楽器の弦を見つめていたけど、思い切ったような表情で口を開いた。あのね、ミカト。はい。その、なんでもない。何ですか？言いかけてやめないでよ。気になって夜眠れなくなっちゃう。正直に言ってほしいんだけど、私とヤンダムってどうかな？どうって、あ、やっぱり言わなくていい。言わないで。おお、だって今正直に言えって言ったよ、マナリー。二人はその付き合ってるんでしょ？そんなこと誰から聞いたの？え？あれ？誰からだっけ？結局いろんな人から聞いてるけど。本当に？みんなが言ってるの？どうしました？違うの？その…何ですか？マナリは照れたように、午後琵琶の弦を指で弾き始めた。やっぱり本当なんだね。照れなくてもいいのに。マナリは顔を真っ赤に染めて、弦をビヨーン、ビヨーンと弾き続けてる。ヤンタムってチャランポなんだけど、かっこいいもんね。僕はそう言うと、マナリは小刻みにコクコクと首を振って、
った。顔はこれ以上は染まらないってぐらい真っ赤になっていた。ジムルルがナコルルはヤンタムのことが好きかもしれないって言ってたけど、それは思い違いだよね。だってマナリとヤンタムが好き合ってるから。二人はお似合いだと思うけどな、僕。そうかな。本当にそう思う？ね、本当？え、どうしました？マナリは必死な声で何度も問いかけてきた。僕は何度もうなずいた。なんていうか、息が合ってるって気がするよ。マナリが、じゃなかった。ヤンタムがちょっかいを出すと、絶妙な間合いでマナリが、キャッみたいな。それって褒めてる？褒められてる？嬉しいな。って、何言わせるの、味方ったら。マナリから話し始めたんだよ。だけど、私、どうしました？マナリはしばらく、楽器でいいや、もう。楽器をぎゅーっと抱きしめたまま、コロコロと表情を変えていった。笑い顔になったり、泣きそうになった。泣きそうな顔になったり、そしておもむろに楽器を置いた。あのね、ミカト、練習はまた今度にしましょう。今日は私なんだか集中できないよ。マナリがそう言うなら。ごめんね。僕はマナリの家を出た。好きなら好きでいいのにな。それで幸せだと思うんだけど、なんであんなにそわそわしたりするんだろう。よくわからないや。好きって。同時刻、山頂の、湖へと、登る山道。本当に無理についてこなくてもいいのよ。そもそもなぜついてきた？何度も言わせなよ。俺は別にお前についてきてるわけじゃない。山頂の湖に釣りに行くついでさ。あくまでもついでだっての。あ、釣りにしに行ったわけ。でも釣りの道具持ってないじゃない。ん？もう、ああ、そう、それはそのさ、あれだ、ほら、釣りじゃなくて狩りに行くからだ。え？狩りの道具も持ってないけど。ナコルル、甘く見るなよ。こう見えても俺は素手で熊を倒すことができるのだ。熊殺しの異名を持ってるんだぜ。ダメよ、熊だって自然に生きる生き物なのよ。むやみに殺したりしたらいけないわ。相変わらず冗談の通じないやつだな。え、何か言った？ああ、別に。で、何しに行った？足音は聞こえる。もうじき山頂ね。おい、ナコルル、気をつけろ。え、何が？手出せ。俺の手を握れ。え？一体何を？かすかだけど、嫌な揺れを感じる。最近この辺りは夜になると雨が降ってたんだ。地盤が緩んでやがる。この音、なんか音する。やっぱり来やがった。落石だ。え？
大丈夫？セーフ。あっぶねえ。怪我ないか？ええ、私は平気。あなたも大丈夫？ん？なんとも？どうしたの？ねえ、怪我でもしたの？ヤンタも生きてるよね。ナコルル柔らかいな。生きてた。離れて。なんだよ、気持ちよかったのに。早く起きて、もうお願いよ。チェ、俺のたくましい胸に抱かれて幸せだったろ。ちなみに俺は幸せ。もう悪い悪い、先行こうぜ。あのヤンタも？あ？もしかして落石の心配をして、だからついてきてくれたの？さあな。俺はナコルルと山を歩きたかったからついてきただけだぜ。コロコロ内容変わるな。ありがとう。ま、なんか言ったか？いや、聞こえてるでしょ。なんでそこだけ聞こえないの？ううん、なんでもないわ。山頂を目指しましょう。あ、巫女の行か。へえ、綺麗な湖だな。俺ここへ来たの初めてかもしれない。途中までは何度も来たけど。巫女以外ほとんど足を踏み入れない場所だから、カムイコタンの人ではヤンタムが初めてだよ。そんなに行かないんだ。禁足地なのか。ああ、かも。ううん、そうじゃないけど、あまり用のない場所なの、巫女以外は。うん、合い引きするにはもってこいの場所かもね。なるほど。カムイに怒られるよ。え？カムイさん、いますか？相手がナコルルならいいかな。もう、変な冗談はやめて。本気ならいいか？それは、うん、それもダメよ。神聖な場所だから。そっか。おい、サクッと儀式を済ました方がいいぜ。日が暮れてから山道を降りるのはやばい。儀式、あ、そうか、巫女の行ですからね。うん、沐浴をして身を清め、カムイに祈りを捧げるという儀式だから、あまり時間はかからないわ。この沐浴っていまいちわかんないんだけど、浴、沐浴の浴、何か浸かるわけ？お、待ってるよ。もしかしてこの湖に浸かるんじゃないのね。アルラシチカムコラ。何？バトバシチカンテチセンミュラ。アルラシチカムカル。バシュガリカンテリセンミュラ。リカンテ。大丈夫？お待たせ、終わったわ。終わった、早えな。1分も経ってないんじゃないの？俺後ろ向いてるから早く着替えろよ。え、あ、見た？はい、くっきりはっきり透けて見えた。はい、くっくりはっきり透けて見えた。あ、いや、嘘、見えてません、見てません。着替えるから後ろ向いててね。
別にいいのに。ああ、着替え終わったか？ごめんね、ミコならその見えたぐらいで動揺しちゃいけないのに。見えたぐらいでほとんど見えてなかったんですけどね。ということでこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。